えー、ラズベリーパインですねカメラと、えー、モーションセンサーをつけて監視カメラを作る、えー、2回目になります。 前回はですねラズパイにカメラ、モーションセンサーを接続する部分をやりましたけれども、まあ、ハードウェアの部分ですね、今回はそのラズパイ側の設定を行いたいと思います。今、ラズパイにですね VNC で接続してるんですけれども、まあ、OS をクリーンインストールした後と、標準設定で変えたところは、ですね一つはそのユーザーですね、パイというデフォルトユーザーがありますけれども、こちらちょっとそのまま使うとセキュリティ上問題がありますので、 ユーザー名を変更していますその他にはですね Python のデフォルトは2.7というのがデフォルトにリンクされてましたので、デフォルトを p y t h o n んに、えー、とリンクを変えたということと、まあ、まあコンピューター名とかですね、あとはその、えー、と固定 IP ですね固定 IP あの、再起動するために、旅に違う IP 振られるとちょっと面倒ですので、固定 IP をするような設定をしています。この辺のところは、ですね、えー、と後ほどブログの方に書いていきたいと思います。 でカメラをを認識させるたための、えー、設定を変更していきたいと思いきとます、えー。メニューから設定で、ラズベリーパイの設定ということですね。でここで今、あのー、パスワード求められますけど、標準の、えー、パイユーザーだったら求められません。あのえー、ちょっとデフォルトユーザーを変えてますので、えー、このように、えー、パスワードが求められます。 そしてですね、このインターフェースタブの中で、あこの SSH と VNC も有効に変えてますね。もともとはデフォルトは無効でしたので、有効に変えてます。そしてカメラのこの有効のところをチェックをして、OK ボタンを押すると再起動が必要ですとなりますので、はいボタンで再起動をします。再起動が終わりましたので、ズパイ側からカメラが認識されているかどうかをチェックしてみたいと思います。LX ターミナルを起動します。 そしてですね、このラズパイ VID というコマンドでして、簡易的にですね、ビデオを撮ってみたいと思います。スラッティがですね、秒数ですね、1万を指定してますので、10秒間ですね、10秒間ビデオを撮影して、ビデオ .h264 というファイルに出力するというコマンドになります。まあ、ここでビデオを撮影してます。 はい、撮影が終わりましたのでこのファイルですねビデオ .h264 というファイル今ちょっとこれ天井が映ってますけれどもこのように映っています。 えー、このファイルですね、まあラズパイ上で再生するよりもパソコン上で再生した方が、えー、見れますので、えーっと、パソコン上で再生するときは、ですね、えー、自分の場合は VLC、えー、メディアプレイヤーというフリーの、えー、ソフトをインストールして、えー、再生しています、えー。続いてですね、Google ドライブにアクセスするために必要なパッケージ類のインストールですね。 えー、一つ目はですね、Google API Python クライアントというのをインストールします。<laughs> えー、途中、省略しましたけどインストールが終わりましたね。えー、続きましてですね、引き続き、えー、PyDrive というのをインストールしたいと思います。 はい、えー、パイイイドライブもインストール終了です、えー、続いてですね、Google ドライブにアクセスするための設定を行います。えー、Google のデベロッパーズですね、console.developers.google.com に、えー、まずアクセスをします。 えー、そしてですね、プロジェクトを新規作成するんですけれども、えー、もうすでに、えー、セキュリティカメラプロジェクトというのを作成してしまってますので、えー、1個あるんですけれども、えー、通常はまああの初めてアクセスしたときはプロジェクトありませんので、えー、ここで新しいプロジェクトをクリックします、えー。そしてですね、ここにプロジェクト名にプロジェクトを入れて、作成ボタンを押すと、えー、すると新しいプロジェクトが作成されます。 えー、そして、ですねプロジェクトが作成されている、えー、セキュリティカメラプロジェクトが、まあ、作成されていますね、えー、そこ上でこのナビゲーションメニューからですね API とサービスで認証情報を選択します。 こちらもですね、今、監視カメラという名前の認証情報、すでに作成されてますけれども、えー、初回の時はゼロだと思います。そして、このセキュリティカメラプロジェクトの中に新しい認証情報を作成しますので、認証情報を作成で、OOS クライアント ID ですね、を選択します。 えー、初めて開く、ここでですねアプリケーションの種類を選択する、えー、画面になるんですけれども、初めて開くときはです、ね、同意画面を設定というのが右側のボタン、えー、表示されるかと思います。えー、そ,このそこでですね同意画面を設定のボタンを押した後ですと、ねえー、アプリケーション名を入力、えー、するところがありますので、アプリケーション名を入力して、えー、保存ボタンを押すと、えー、またこの画面に戻ってきます。 すで、えー、に2度目なのでもう画面出ませんけれども、えー、その辺のことは、えー、ブログの方に書いておきたいと思いますで戻ってきたらですねここでその他を選んで、えー、名前を入力して、えー、作成ボタンを押しますそうするとですねオースクライアントの、ま、クライアント ID とクライアントシークレットというのがシークレットというのが えー、振られれるんですけれども、まあ、ここでコピーしといてもいいんですけれども、後から JSON 形式で、えー、とダウンロードできますので、えー、ここで OK ボタンを押します。そうすると、この上今ですね、その他クライアント2というのが今作成されましたので、えー、とこの右側の方ですね、えー、JSON をダウンロードということで、えー、と先ほどの、えー、シークレットキーとかが、えー、JSON 形式でダウンロードすることができます。 今回はもうすでにこれ作成してますので削除しておきます続いてですね Google ドライブ API を有効化しますダッシュボードからですね上の API とサービスを有効化をクリックしますそしてですね API とサービスを検索のところでですねドライブで 検索しますと、Google ドライブ API が出ますので、もうすでにこれちょっと有効化してるので、ああ、そっか、管理しかないですね、えー、とここでですね有効化という、あのもう有効ですになってますけれども、有効になってない場合、有効化というボタンが出ますので、ここで有効化ボタンを押すと、えー、このプロジェクトから Google ドライブ API が有効になるということになります。 Google ドライブ上にですねビデオファイルを保存するフォルダを作ります。えー、自分の場合はマイドライブの下にですねセキュリティカメラドライブというフォルダを作りました。でドライブを作った後、ですねここの、えー、と URL の部分ですね、えーと、ドライブフォルダーズの,この後の後ろの部分ですね、この部分がドライブ ID といってその、えー、ドライブを、えーにえーえー、とユニークに 指定する ID になりますのでドライブ ID をコピーしておきます。続いて settings.yaml というファイルの設定を見ていきたいと思います。こちらはですね、えー、とプログラムと同じフォルダーにですね、UTF-8 のコードで保存しておくためのファイルになります。 1>, え1行目ですねクライアントコンフィグバックエンドというのはですね、えー、先ほど、えー、JSON 形式で保存したクライアント ID とシークレット情報ですねこれをあのファイルから読み込むという指定になります。 ここでファイルを指定しなくて、ですね、直接ここのファイルに、えー、とシークレット情報とか書くこともできるんですけれども、まあ、セキュリティのためファイルから読み込むという指定にしています。そして、ですね、その読み込むファイルはというと、えー、このサートフォルダーの下のクライアントアンダーバーシークレット .json というファイルで、クライアント ID とかシークレット情報を読み込むというふうな指定になっています。 続いて、ですね、えっと、セーブ、えー、クレデンシャルズというところを true にしてますけれども、この認証情報ですね、初回接続しに行ったときに認証情報をいろいろ聞かれるんですけれども、そのときに入力した情報を保存していくかどうかという指定になります、えー。保存しておくと2度目からは聞かれませんので、これは保存するの true ですね。で保存、えー、方法としてはファイルで、えー、保存先のファイルはこちらのファイル。 保存するという風な指定にしております。あとはですね。このえっ、ー、とスコープですね、えー、スコープとしては？ この、えー、っとドライブファイルという、えー、スコープを設定しているんですけれども、スコープにはですね、えー、ドライブファイルのほかに、例えばドライ,、えー、ドライブインストールだとかドライブメタデータだとか、まあ、ただのドライブとかというのがあります。えー、詳しくはで Google、ね、の API のスコープで調べて、えー、もらいたいんですけれども、えー、ドライブですと、えー、フルアクセスですね、でドライブファイルですと、 えとこれはプログラムで作成した、アプリで作成したファイルのみに、えー、アクセス権がつきますので、えー、先ほどの、えー、フォルダーですねに、えーとまあ、プログラムで保存したファイル以外のものを保存した場合は、このアプリからはそのファイルは見えないと、えー、自分のアプリで作成したファイルのみが見えるというようなスコープになっています、えーと。以上でですね、えーとこう、Google 周りの設定は終わりです。 続いて、LINENotify の設定になります。notifybot.line.me ですね、LINENotify にログインした後ですね、マイページに移動します。もうすでにですね、この連携中サービスということで設定されてますけれども、当初は連携中サービスがゼロだと思います。そして下のトークンの発行ですね、トークンを発行するを押します。 そしてですね、トークン名のところに、えっ、ー、と、適当な、えー、まあ、トークン名ですね、えー、を、 とりあえず入れますけど、トークン名を入れて、えー、そしてですね、まあ、1対1で LINENOTIFI から通知を受け取るですね、えー。こちらをチェックをして発行ボタンを押しますと,、えー、とトークンが新しいトークンが発行されますのでそのトークンを、えー、とコピーして控えておいてください、えー、ちょっと今発行しませんけれどもここでトークンが発行されます で、その発行したトークをもとに Python のプログラムの中から、えー、LINE にメッセージを送ることになります。えー、以上でですね、えー、とこの、えー、プログラム周りのところは、えー、終わりですね。一旦長くなりましたので、えー、ここで終了したいと思います。えー、次回以降はですね、えープログラムの、Python のプログラムのところですね、を、えー、作っていきたいと思います。ありがとうございました。